アダム・ジェームズ・マシューズは、ウェールズ・スウォンジー出身のサッカー選手。エフル・リーグ1・チャールトン・アスレティック・ FC 所属。ウェールズ代表。ポジションはディフェンダー。マシューズは、地元のスウォンジーシティ FC のユースチームのトライアルを受けたが腕を骨折した。怪我が治ったら戻ってくるように言われたが、その後、腕が治りチームに戻ろうとすると、現在ユースチームは、定員と言われた。 マシューズは、スウォンジーシティのライバルのカーディフシティ FC のトライアルに参加。40人もの選手が参加していたが、マシューズ一人だけが合格し、8歳の時にユースチームに入団した。その後、順調にステップアップしていき、2009年1月にプロ契約を結んだ。同年4月21日のチャールトンアスレティック FC 戦で初めてトップチームのベンチ入りをした。 2009から10シーズンの8月15日ブラックプール FC 戦1から1と引き分けている中でポールクイーンと交代出場プロデビューを果たしたチームに負傷者が出たため続くプリマスワーガイル FC 戦とブリトルシティ FC 戦にスタメン出場3から0、3から1と共に勝利した特にブロトルシティ戦では 相手キャプテンのジェイミー・マッコムのオーオンゴールを誘う、プレーをした。次の2ヶ月の間に2試合欠場したが、好調さを維持して、スタメンの座を確保した。2009年3月10日のアトォード FC 戦、相手 GK のスコット・ローチの誤りもあったが、50ヤードもの FK を決めた。自身の初ゴールを含む4から0で対象した。 2010年1月の遺跡市場が開く前に、プレミアリーグのスークラブと交渉している、王者マンチェスターユナイテッド FC と契約を結んだという噂が流れた。しかし、チームの監督デーブ・ジョーンズは、オファーはないと発表、噂を否定した。チャンピオンシップアプレンティスアワード賞に選ばれた時、マシューズを練習生の頃から見ている、アカデミーのアシスタント監督、 ゲラインとトゥーズは、マッシューズは、常に、ピッチ内外で立派な手本となっていると評した。2011年2月25日に、セルティック FC は、7月1日の遺跡市場が開く、前に、事前契約をマッシューズと結んだと発表した。カーディフでチームメイトだったジョーレ・ドリーと再びチームを組んだ。アンドレアス・ヒンケルが以前つけていた背番号2を、与えられた。 8月7日のアバディーン FC 戦でデビュー。1から0で勝利し、マシューズ自身も、好プレーを見せた。その後のアトレティコ・マドリード戦、0から2で負けている中で、交代出場し、ヨーロッパ戦デビューをした。9月29日のウディネー・ゼカルチョー戦は、当初右 SB で、スタメン出場していたが、左 SB のレドリーが負傷のため交代すると、後半からは、 左 SB に移りプレーした。シーズンを通して好調なプレーを維持するマシューズに、対して1月の移籍市場では、プレミアリーグのフラム FC とエバートン FC が興味を示していることが伝えられた。2015年7月3日、サンダーランド NFC に移籍した。2016年3月7日、ブリストルシティ FC にレンタル移籍した。 2019年9月5日、エフルチャンピオンシップのチャールトンアスレティック FC に、トライアルを経て1年契約で加入した。2008年8月28日のオーストリア戦、U-17 代表でデビュー。UEFAU-17 欧州選手権2 0 0 8二次予選では、全3試合中2試合に出場した。9月15日のフェロー諸島に4から1で勝利した。 試合では、初めてキャプテンを務めた。UEFAU-17 欧州選手権2009一時予選は、全試合でキャプテンを務めた。U-17 として、最後の試合となった、2009年3月28日の、フィンランド戦は0-3で敗北した。2008年7月のミルクカップに参加した、U、U-19 代表のメンバーでチリと、 イスラエル戦で出場した。まだ U-19 代表だったが U-21 代表のハンガリーとイタリア戦に飛び級で招集された。しかし両試合ともベンチに座っただけで出場することはなかった。2009年11月9日のスコットランド代表戦では17歳にして A 代表チームに招集された。試合には出場できなかったが ベンチ入りした。この試合の4日後のボスニア・ヘルセゴビナ戦で U-21 代表としてデビュー。チームは1から2で敗北。マシューズは怪我で尻ぞくまで45分プレーした。2011年5月25日のネーションズカップスコットランド代表戦61分にニール・アドレーと交代で出場。A 代表デビューを果たした。 2011年12月22日にロンドンオリンピックのグレートブリテン代表にセルティックのチームメイトでスコットランド代表のスコット・ブラウンとジェームズ・フォレストと共に招かれたことが明らかになった。しかしスコットランドと北アイルランドが拒絶したためブラウンとフォレストは当然選ばれずマッシューズも落選した。子供の頃サッカーを始める前は ラグビーユニオンのオスプリーズに所属していて、優秀なラグビー選手だった。いとこのリアムとサムは、カーディフシティ FC のアカデミーに所属している。ブラウンキャップスオフアンイベントフルウィークアットニニアン、ハットカーディフシティーズティーンスターアダンマシューズイズ、リビングザドリーム、ハットアダンマシューズジョイン、カーディフシティ FAU スカップウィンハットブラックプール、1から1カーディフハットプリマス1の3。 カーディフ・ハット・カーディフ・シティトップチャンピオンシップアフター・グレート・ショーハット,カト,ハット,ト・カーディフ3-0ブリストル・シティハット・アート・フォード0-4カーディフ・ハット・アダムイッツ・スペキュレーションハット・アダム・スクープス・チャンピオンシップ・ゴングハット・カーディフ・フル・バックマシューズ・サインズ・プレコントラクト・アット・セルティックハット・セルティック・ハット,セルティックトレーン、AT ・ェイティオンズ・スタジアム・ピック・スペシャルハット・アダン・ガ・マシューズ ハビングパルジョーレッドリー。アットセルティックハズヘルプドミーセトルクイックリー。ハットアトレティコマドリードニのゼロセルティック。ハットセルティック1から1ウディネーゼ。ハットプルミエリーグデュオリンクトウィズムーブフォーアダンマシューズ。ハット、イトム、ダンディール。チャールトンコンプリートサイニングオブウェールズ。インターナショナルアダンマシューズ。 www.cafc.co.uk.2019 年9月6日閲覧。ウェールズゼロスコットランドハットボスニア H ゴービナ U21-2 から1ウェールズ U21 アダン・マシューズマイ・キャプテンスコット・ブラウンハド・ノー・アイディア・フーアイワー・ワズセズ・セルティックエス・ S、ニュー・サイニングハット・セルティックトリオレシーブチームギガバイト・オリンピックインバイツ ピアースネームズチームギガバイトスクワッドウィズベラミーギグスフロンティングストロングウェルシュコンティンジェントハットアダンガマシューズハッピーウィズヒズカーディフシティディシジョンハットマシューズファミリーアフェアットカーディフシティありがとうございます